リーク電流とは、電子回路上で、絶縁されていて本来流れないはずの場所、経路で漏れ出す電流のことである。当該電気回路内に限る意図しない電流の漏れ出しが、リーク電流であり、当該電気回路外へ漏れ出す漏電とは区別される。集積回路などの微細化された、半導体の回路内での漏れ出しを指すことが多い。 半導体では過去の技術レベルが未成熟な期間には結晶や絶縁膜の欠陥によって無用な電流が消費されることが発生していてこれらが当時の主要なリーク電流であった。リーク電流の最も大きな原因は量子力学でいうトンネル効果である。電気電動体と絶縁体は挙手的サイズでは 電流の流れに関して明らかに異なる挙動を示すが、原子の大きさの微子的サイズで見れば、本来電流が流れない絶縁体も、量子論的効果によって電気が多少は流れるようになる。これは、電気伝導性物質内の自由電子の存在確率が微小範囲内で広がりを持つため、わずかながら周囲の絶縁体以内へも染み出してしまうことで起こる。 この存在確率は電動性物質から離れるに、従って減少するので、ある程度以上の厚みのある絶縁体ならば、量子論的効果によってその外まで電気が流れる。減少は起こらないが、原子数個や数十個といった、ごく薄い絶縁体であれば自由原子の広がりが、絶縁を超えて、外部の別の電気電導性物質まで到達し、絶縁体越しの両者間に電流が流れることがある。 この現象が微細な半導体素子内で起こると、電子回路内での無用な電流の漏れとなって現れる。これが、リーク電流である。電子が漏れ出す確率、言い換えれば、リーク電流の大きさは、電動体間の距離が減少していくにつれて、つまり、集積回路の微細化が進み、電動体と電動体が近づくに従って、指数関数的に増大する。また、 このような量子論的なリーク電流とは別に、絶縁膜が不良等で極度に薄いために、膜の材質そのものが本来持つ抵抗値に従って、リーク電流が生じる場合もある。超微細化が進み、2005年頃からの数年間で、高速演算が求められる用途でのデジタル、半導体用のプロセスルールが100ナノメートル以下になると、半導体回路で消費される電力の半分以上が、 リーク電流として消費されるようになっている。これは、誤作動や消費電力と発熱量の増加、発熱に伴う素子の劣化等を引き起こし、集積回路の微細化、高速化プロセスの進捗を妨害する障害となる。そのため、近年のプロセス技術における、半導体の低消費電力技術では、リーク電流対策が最大の焦点となっている。上、ゲートリーク電流化、 サブスレッショルドリーク電流21世紀現在では、半導体素子中のリーク電流は主に3種類に分類できる。微細化によりゲート絶縁膜が薄くなりすぎることが原因で、シリコン基板側からゲートに向かって電流が流れるようになる。これをゲートリーク電流と呼ぶ。プロセスルールの微細化によって顕著になり、温度依存性は小さい。 ゲート絶縁膜にこういう電律材料を使うことでゲートリーク電流を抑える工夫が行われている。デジタル半導体の消費電力を低減しながら論理回路のトランジスタを高速でスイッチングさせるために敷地電圧を下げてトランジスタの音電流を増やし高速動作を行う方法がある。回路の微細化と 相まって、敷地電圧の低下は高速動作に寄与してきたが、1.5V から 1.0V 以下といったかなり低い、電圧まで、敷地電圧が下がったことで、ソースとドレインの間を流れる不要なサブスレッシュショルド、リーク電流が増えてしまうという弊害が起きる。プロセスルールの微細化によって、顕著になる。温度変化に対して、性の特性を持ち、消費電力の増大によって温度が上昇すると、 サブスレッシュショルド、リーク電流も増大する。パワーゲーティング技術や、複数の式一致電圧を採用することで、サブスレッシュショルド、リーク電流を抑える工夫が行われている。接合リーク電流は、ソースとシリコン基板管やドレインとシリコン基板管で、生じるリーク電流であり、半導体中の不純物濃度の不適性や、光子欠管によって生じる。プロセスルールの微細化や、 温度依存性は小さい。ほとんど管理が可能になっており、それほど大きな問題とはなっていない。ありがとうございます。